はい、こんにちは。行列のできる FP 事務所プロデューサーの林です。えー、今回はですね、あの、FP がウェブ集客すべき3つの理由とはということで、えー、ちょっとお話ししていきたいかなと思います。あの、まあ、内容としては非常に簡単な、シンプルなところなので、えー、この3つの点をですね、押さえていただいて、で今後ですね、Web 集客どうしようかなと思っている方は、ぜひ取り組んでいただきたいかなと思います。じゃあ、早速ですね、えっ、ー、と、まず、 1一つ目の理由なんですけども、まあ、知名度ですね、この辺は、まあ、あのもう FP さんだったら分かっていることかなと思うんですけどもあの、FP の知名度っていうのはですね、まあ、あの例えば FP 協会が、まあ、新聞広告を出したりとか、あるいは、まあ、テレビコマーシャルなんかもやってますので、ファイナンシャルプランナーっていう言葉自体は、まあ、皆さんあの知ってきたかなと。 というふうなところではあるんですけれども、まだまだですね、一般の方から、そのファイナンシャルプランナーを見たときに、一体何やってる人なのかなっていうところが、よく分かってないんですね。えっ、ー、と、これはですね、まあ、FP に限らず、例えば、えー、税理士さんですとか、弁護士さんですとか、あー司法書士さんとか、行政書士さんに、としても、分かってる人って少ないと思うんですよね。 例えば、あの、やったことある人はわかるんですけれども、司法書士さんが一体何してるかっていうのは、あの、例えば不動産登記とかしてみない限りは、よく分かんないわけですよね。あの、それまで相談するっていうことが、ほぼほぼないと思いますので、実際にやってみて、あの、あようやく、あ、こういう仕事をしてる人なのでっていうことはよくわかると。で、あの、非常にまあ歴史のある、えー、いわゆる資業さん、侍業と言われる方、 の皆さんは、あの、もうかなり歴史があって、古くから、まあその業務についておられるわけですけれども、そういった資料でさえも、えー、その程度の理解度、まあ程度って言ったら言葉悪いかもしれないですけれども、一般の方から見たら、もうその程度なんですね。ワ1や FP において、そんなに理解されてるかって言ったら、もう全然のレベルですよね。だから、FP が何やってるかわかんないです。で だとするとですね、例えば、あのー、こういう悩みがある。例えば住宅購入の時に、事前に FP さんに相談して F プランを組んでもらったら非常に価値があるよっていうふうなことは、FP なら知ってるんですけれども、一般の人には全くわかんないですね。理解できないです。理解できないし、知りもしない。知る機会もほとんどないってことですね。なので、えっ、ー、と、〇〇なら FP っていうふうにはならないんですよね、なかなかね。 あのお医者さんとかだったら、あのお腹が痛くなったらねあの、近くの内科のお医者さんに行けばいいとか、あの目とか耳が痛くなったら耳鼻科に行けばいいとか、まあ、そういうふうな感じで、まあ、すぐパッと思い浮かぶわけですけれども、そういったそのなかなか、ね、身近な存在になっていないし、知名度も低い。知名度は上がってきていると思うんですけど、理解度が低いので、えー、なかなかその相談に、 あの何か悩みがあった時に相談につなぐっていう風な、えー、行動に、えー、普通の人が移すこともできないし移そうとも思ってないし移すもんだなという <laughs> 理解もしてないというような感じですねなので、えー、とやっぱりこちらから積極的にですね働きかけないとなかなかその集客ができないという風なところになってきますであの、まあ、ウェブ集客をするんであればその 気づいてもらうためにですね、お客さんにそういうことを気づいてもらうために、まああのー、検索とかしてる、検索者って言いますよね、あのー、Google とか、あのー、他の Yahoo とかで検索したらいっぱいずらずらと出てくるわけですけれども、えー、その検索してる人っていうのは、えー、小さいか大きいかは別にして何か悩みを持ってるんですね。その情報について知りたいと思ってるってことは、 単純にまああの知識欲かもしれませんけれども、何かしら悩みがあるからこそ検索をしているという風な可能性が高いわけですので、ね、そこに向かって情報提供するというのが、やっぱり一番その集客にとっては可能性としては高いあのし、効率もいいというところですよね。なので、情報提供しましょうという風なところ。これはまあウェブ集客の理由の一つ。 つつの,理由の1つになりますで、2番目がですね、これ、資産って書いたんですけれども、まあ、資産っていろんな意味があると思うんですけどど、ね、あね、今回はそのウェブ集客をするっていう意味での資産っていうふうなお話をしてみたいかなと思います。で、あの、まあ、情報提供しましょうってことは、まあ、どんどん基本的には記事を書いていきましょうってことになるんですけれども、まあ、ブログとかね、えっ、ー、と、コラム更新型のホームページなんかを作って、まあ、そこにどんどん記事を書き溜めていくっていう形に それが基本になるんですけれども、まあ、そうやって作った記事とかですね、まあ、レポートみたいなものは、それはあの資産になります。であの資産になりますっていう意味は、あのアクセスを集め続けることができるっていう風な意味での資産ですね。で、あのー、まあ、アクセスを未来英語を集め続けられるかって言ったら、それはないかなと思うんですよね。さすがに。例えば、えーまあ、ライバルがさらにいい記事をアップ。 ありますしあれはそうでなくてもちょっとあの古くなってしまうそもそもアクセス次第がだんだんその絞んでくるっていうふうなこともありますので未来、まあ、英語ってことはさすがないんですけれどもでも仮にですね仮にアクセスがまああのなくなってきたとしても、えー、参考資料として使えるあの場面がやっぱりあるんですね で僕はやっぱ僕の,あのブログの記事にもあの定番記事っていうのがありまして、何、えー、かあったらやっぱそこの記事を参考に見といてねってできるんですよね。だったら、えっ、ー、と、例えば検索エンジンからのアクセスは集まらなくても、一旦そのブログに来てくれたとかホームページに来てくれた人にこの記事見といてよっていうふうにリンクがあったら、やっぱり見てくれる人が増えるわけですよね。 そうするとお、読者にとってもすごいメリットがありますし、満足度も高まるというような形で、まあ、来てくれたあの読者さんが、まあ、喜んでくれるわけですね。喜んでくれたら、あ、なるほど、あなたはこういうふうな人なんですよねっていうような理解が深まるということですね。これ、今言いましたけれども、えーと、そもそも理解度が低い人たちにどうしてもらおうかってなったら、やっぱり理解してもらうためにたくさんの情報を提供する必要があるんですよね。 なので、まずは量を提供するということです。あの、質が良い,いにこうしたことはないんですけれども、最初からその質の良い,い情報提供ってなかなか難しいと思いますので、最初は、えー、たくさん記事を書いて、えっ、ー、と、量を提供するというふうなところですね。これ辺がポイントになってくるかなと思いますし、えー、こういったその、一度ね、書いた資産あ、記事っていうのは、あの、何度も使える資産になっていきますので、まあ、その資産になりやすい記事っていうのは当然その、まあ、あの、 流行みたいなね、記事だと、まあ、その一時的にアクセスを集まったとしても、なかなかその長い資産にはなりにくいんですけれども、まあ、普遍的なところですね、の解説記事ですとか、えー、オリジナルの記事、あなたの、えー、オリジナル部分を、付け加えたような記事っていうのは、やっぱりその資産になりやすいですので、まあ、そういった記事をコツコツ積み上げることによって、えー、FP って忙しいですよね、あのー、普段から。 何故か知らんけれどもお客さんいないのに忙しい FB さんって結構いると思うんですけれどもあのまあそういった方にも、うん、ほったらかしで集客をできる仕組みをだんだんと作っていけるっていう意味ではやっぱりここをですねあの積み上げていくのが大事かなと思いますね。 最初はね、そんなに効果はあのー、感じられないんですよ。あのー、ちょっとずつちょっと積み上がっていくものなんで、最初、まあ、10記事とか20記事書いても、まあ、全然反応ないなっていうところで、えーまあ、そこで諦める人がほとんどなんですけれども、多いんですけどもね、そこで諦めずに、えー、コツ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 とあの積み上げていくと、だんだんとあのアクセスも集まってきますし、えー、資産も増えていって、まあ、仕事後も楽になっていくってことですよね。 というのがあの2番目の理由ですで。3番目の理由がですね、これライバル不在ってことですね。あの、簡単に言ってしまえば。今もちょっと言いましたけれども、えー、と情報発信っていうのはコツコツ型なので、えー、と飽きやすい人とか、あのー、楽して稼ごうみたいな人は絶対続かないんですね。 で、FP さんって基本的には真面目な人多いので、情報発信向くかなと思うんですけれども、それでもやっぱりなかなか続けていけない人っていうのはいるわけですよね。というのもありますし、あとはこの情報発信の重要性っていうことに気づいてない方がほとんどですね。あのー、 そもそも、まあ、FP の理解度も少ないっていうのもありますし、FP さん自身が FP の置かれた、えー、状況とか立場をすが理解できないっていうことも多いと思うんですね。だからまあ、あのやっぱり始まったばかりの,あの制度というか資格ですし、あと仕事の内容もね、やっぱりこう、あのかっちり決まってるわけじゃないんですよ。 例えば法律のこういうところやりますとか、いうふうに決まってるわけではないので、他に全般っていう形ですよね、基本的に資格の6分野を見ると。なので、えー、ビジネスの形態、ビジネスモデルっていうのも、まあ、やや流動的なところもあって、やっぱりよくわかってないですね、FP さん自身も。なので、えー、情報発信やってる FP さんって極めて少数派です。だから、えー、ライバルも不在なんですよね。あのまあ 全然ゼロかって言ったら、まあ確かに多少はおられると思いますけれども、まあ本当ごく少数なので、もうあの、今から始めてでもですね、いくらでもごぼう抜きできますよと。まああの別に競争じゃないんですけどね。競争じゃなくて、まあ独自のポジションを確立すればいいんですけれども、そのポジションっていうのはもういくらでもあるっていうことですね。あの僕もまああの、コンサルとかやってますけれども、あのー、全然困らない。いくらでもポジショニングできると。 もうそういう人少ないので、あの、まあ、そういった形で、あの、やっていけるかなと思いますね。例えば、ま、僕の例で言ってみても、ま、僕は、まあ、この動画を作ってる段階で5年目ですけれども、あの、10年以上前からやってる FP さんっていっぱいいるんですよね。大御所さんとか、有名な FP さんってのはいっぱいおられるんですけれども、そういった人から見たらですね、僕なんかまだまだ駆け出しの PayPay ペペに近いか FP かなと思うんですけれども、 それでもちゃんと集客ができているわけですよね。これは何でかっていうと、やっぱりそのライバルが不在のところでやる集客をしっかりする、情報発信もしっかりしていくということを、まあ,あ、コツコツとあの今まで続けてましたし、まあ、これからも続けていくかなと思いますので、えー、それを例えば、コツコツ情報発信を3年、5年、10年って続け、続けるのも、やっぱりライバルが、 ないわけですよねそれが、その積み重ね自身が、もう実績になり、資産になりますので、えー、そこで言うと、やっぱり、違いが出てくるのかなと思いますので、当然、今からやって、じゃあ、無理かてるうと、そういう意味じゃないですよ。あの今からやってやれば、いくらでも、その、ライバルがいないところを、あなたのポジションを築くっていうことは、あのー、いっぱいありますので、ポジションがね。 それは全然できるかなと思います。そこはですね、安心してぜひやっていただきたいかなと思います。はい。ということで、えー、っと、今回、えー、FP が Web 集客すべき3つの理由とはということでお話しさせていただきました。このね、知名度、資産、ライバルっていう3つのポイントをですね、ぜひ覚えていただいて、まあ、今後の活動の参考にしていただいたらいいかなと思います。はい。ということで、えー、ありがとうございました。 えっとですね、まあ、この動画だけではなく、えー、ブログとかメルマガーとかで情報を発信していますので、ぜひご覧いただきたいのと、あとその説明欄にですね、あのー、詳細も書いてますので、ぜひそちらもですね、ご覧ください。あとですね、ポッドキャストですね、ポッドキャストでこれをお聞きの方は、あのー、強烈 FP というキーワードですね、ぜひ、あのー、検索、 ブラウザーで検索していただいたらブログが出てきますので、まあ、そちらもですねぜひご覧いただいたら嬉しいかなと思います。はい、ということで今回以上になります。どうもありがとうございました。